ナンバーアンダーライン愛の海外進出。ファン熱狂。最新情報をまとめ、トベファミリー。岸くん、翔君、神宮寺くん,くん海外で何してるファン大興奮。音声メッセージリハーサル映像公開。トベファミリーの一員であるナンバーアンダーライン愛の最近の動向は、ファンの間で大きな話題となっています。彼らが海外で仕事をしているというニュースが、 緊急性配信を通じて明らかにされたことは、ファンにとって驚きと興奮を同時にもたらしました。通常、彼らの出演を期待していたファンにとって、音声のみでの参加というのは一瞬残念に感じたかもしれません。しかし、そこに込められた彼らの努力と情熱を理解すれば、その背後にはさらなる驚きが待っていることを感じさせるものでもありました。特に岸くん、翔君、 そして神宮寺くんの3人が海外で一体何をしているのか、その具体的なプロジェクトに関してはまだベールに包まれていますが、ファンの間ではさまざまな憶測が飛び交っています。新しいミュージックビデオの撮影か、それとも何か別の大型プロジェクトに取り組んでいるのか、いずれにしても彼らが新たなチャレンジに挑んでいることは確かです。これまでにも多くのアーティストが海外での活動を通じて、国内外のファンベースを広げてきましたが、 ナンバーアンダーラインアイにとってもこれは大きなステップアップの機会と言えるでしょう。日本の音楽業界は、特に戸部系のアーティストにとって国内市場が非常に重要な存在であり、その成功が長年にわたって続いてきました。しかし、近年ではグローバルな視野を持った活動がますます求められるようになり、アーティストたちも国際的な展開を強く意識するようになっています。ナンバーアンダーラインアイが海外での仕事に専念することで、 彼らがどのようにその存在感を世界にアピールしようとしているのかが気になるところです。ファンの間では、彼らの海外での仕事に対する期待が高まっている一方で、彼らが日々のリハーサルや撮影でどれだけの努力を重ねているのか、その裏側を見ることができることも大きな喜びです。実際、ファンからは、彼らの真剣な顔つきや、リハーサル中の自然な姿が映像で流れた際に、熱い応援の声が寄せられています。 岸くんが完璧なカンペを読むシーンや、翔くんの笑顔が画面越しに届けられるだけで、ファンたちは感激し、彼らのプロフェッショナリズムを改めて実感しています。また、神宮寺くんのパートが多く映ったこともあり、その多彩さやリーダーシップが特に強調されています。海外での仕事といえば、まず思い浮かぶのは大規模なプロジェクトです。ミュージックビデオの撮影や新曲の制作。 さらには国際的なイベントやフェスへの参加など、さまざまな可能性が考えられます。特に、ファンの間では、ブロウユアーカバーの振り付けが大好きだという声が多く、リハーサルの映像も楽しみにしている人がたくさんいます。振り付け一つにしても、ステージ上での演出や表現がどのように進化していくのかを期待しているのです。ナンバーアンダーライン愛は常に新しいことに挑戦し、 ファンに驚きと喜びを届けるために努力を惜しまないグループであり、彼らの進化を見守るファンの声援は絶えません。一方で、ファンの中には、海外にいる理由を最初に言うべきだった、という声もあります。これは当然の意見で、特に聖配信を楽しみにしていたファンにとって、彼らがなぜ画面に現れないのかという疑問が残ってしまったのは事実です。しかし、これもまたエンターテインメントの一部と捉えることができるでしょう。 サプライズ要素や謎めいた演出が、ファンの期待をさらに高める役割を果たしているからです。最終的には、ファンはその全貌が明かされる日を楽しみに待ち続けることになるのです。海外での仕事に関する具体的な情報がまだ少ないため、ファンの間ではさまざまな仮説が飛び交っています。中には、新しい曲やアルバムのプロモーション活動であったり、 さらには大きなイベントやコンサートの準備が進んでいるのではないかという声もあります。特に、ナンバーアンダーライン愛の3人はそれぞれが個性豊かなパフォーマーであり、彼らが海外での活動を通じてどのように成長し、進化していくのかが大いに注目されています。また、国際的な音楽シーンでの彼らの評価がどう変わっていくのかも興味深いポイントです。これまでにも多くの日本のアーティストが海外で成功を収めてきましたが、 彼らがどのような戦略を持って国際的な舞台に立つのかは、ファンだけでなく業界全体が注目するところです。それに加えて、最近のエンターテインメント業界では、SNS やストリーミングサービスの普及により、ファンとの距離が非常に近くなってきています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが海外にいながらも、ファンに音声を通じてメッセージを届けたり、リハーサル風景を公開したりすることで、 その距離を感じさせない工夫がされていることは、非常に興味深い点です。これにより、彼らのグローバルな活動が一層リアルタイムで共有され、ファンの期待がさらに高まっています。また、ファンの中には、強盗を今年中に1億再生に到達させたい、という声もあり、彼らの活動が日本国内外で大きな反響を呼んでいることが伺えます。特に MV のクオリティや、パフォーマンスにかける情熱は、 国内外を問わず高く評価されているポイントです。彼らがどのようにして国際的なファン層を拡大していくのか、その戦略は非常に興味深いものがあります。さらに、ナンバーアンダーライン愛の海外活動に対する期待感が高まる中、ファンは彼らの舞台裏の様子や、リハーサルでの真剣な姿を見ることを楽しみにしています。特典映像やダイジェスト映像を通じて、彼らがどれほどの努力を重ねているのかが垣間見えると、 そののプロフェッショナリズムに対すする尊敬の念が一層深まりまり特に彼らが新しい挑戦に向けて準備を進める姿勢はファンにとっても大きなインスピレーションとなり日常生活の中で自分自身も何かに挑戦しようという気持ちをかきたてられる要素となっていますこのようにナンバーアンダーライン愛が海外での仕事に取り組んでいることは単に彼ら自身の成長にとどまらず ファンや音楽業界全体にとっってても大きな意味を持っています彼らの一挙手一投足が注目される中で今後どのような発表がなされるのかファンは固唾を飲んで見守っているのです。特に翔くんが笑顔で海外でお仕事しているよと伝える瞬間や岸くんがリハーサルで真剣な表情を見せる瞬間はファンにとって非常に感動的で彼らの活動に対する期待感が一層高まります。 これからもナンバーアンダーライン愛の3人が海外でどのような成果をあげ、どのようにしてその存在感をさらに広げていくのか、その歩みを見守り続けることでしょう。そして、彼らがファンにどんな新しい驚きと感動を届けてくれるのか、待ち遠しい気持ちでいっぱいです。海外での活動がますます注目される中、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが今後どのような方向性を示すのか、ファンの間では多くの期待が寄せられています。 これまで国内で確固たる人気を築いてきた彼らが、海外に視点を向けることは自然な流れともいえます。特に近年、K-POP などアジア圏の音楽が世界的に大きな影響力を持ち始める中、日本のアーティストもまた国際的な成功を目指して多くの挑戦をしています。ナンバーアンダーライン愛もその一翼を担う存在であり、彼らがどのようなアプローチでグローバルな音楽シーンに挑むのかは、 多くの音楽ファンは彼らの持つ音楽的な才能と情熱が海外でどのように受け入れられるかを楽しみにしています。これまで国内のファン層はもちろんのこと、SNS を通じて海外ファンとも強いつながりを持つことに成功してきた彼らですが、直接的な海外活動を通じてその影響力をさらに拡大する機会を得ています。 特にアメリカやヨーロッパの音楽市場は非常に競争が激しいもののその中で日本のアーティストが独自の文化や感性をどのように表現していくかは重要な挑戦の一つです。ナンバーアンダーラインアイの3人がそれぞれの個性を生かしチームとしての一体感を保ちながらも個々のスキルや魅力を最大限に発揮することができれば海外市場でも大きな成功を収める可能性は十分にあります。 彼らがこれまでに培ってきたパフォーマンス力や、ファンとの深い絆は、国境を越えて多くの人々に感動を与えることでしょう。また、彼らの活動が海外に広がることで、日本の音楽文化自体が再評価される可能性もあります。日本の音楽シーンは独特の魅力を持ち、海外のアーティストやプロデューサーからも高く評価されていますが、その中でもジャニーズ事務所に代表されるアイドル文化は特にユニークです。 ナンバーアンダーラインアイがその代表的な存在として海外に進出することは日本のアイドル文化がどのように国際的に受け入れられるかを示す重要なケースとなるかもしれません。